はい、では宿屋に向かいましょうか。宿屋。ここで寝ればいいんだよね。あ、ちょっと待ってね。お金預けておきます。まあ、1万1000ぐらい預けましょうか。よしよし。プチセレブだって。はい、とりあえず無料で止めてもらってお言葉に甘えまして。ローゼ、お主に用が来たんじゃ、開けてはもらえぬか。へえ。すまんが仲間を呼んでくれんか。お主らに話がある。へえ、みんなに。マルティナ姫が行方不明。どこを探しても見つからんのじゃ。何か事件に巻き込まれた。へえ、姫を探すのに。ハンフリーの孤児院の近くじゃ。まずはそこに行ってみると。いや、ハンフリー怪しいのかな。どうなんだろうね。マジか。ハンフリーが行方不明にならずに普通に、あのなんかドリンクがなんか謎をね握ってそうだよね。やっぱり、とりあえずまあ孤児院に向かいますか。ハンフリーさんは寝込んでるのかな。はい、地下にあるお庭も大変なことになってるし。とりあえず地下行きますか。じゃあ、グスグス。ハンフリーさんがいなくなったから孤児院をくまなく探してたんだ。そしたら見てくれよ、見覚えのない地下への階段。へえ、とりあえず行ってみましょうか。どうなんだろうね。魔物にさらわれたのか、この事件にまあ優勝するために、自分が確実に優勝するために今までいろんな人を、まあ魔物の力を使うではないけど、そんな感じでさらってきたのかどうか気になりますね。おすげえ、雲の巣通れるんだ一応。マダラグモの糸、この素材だけっすね。でここは上だけど上がれず、まあ帰りは楽ですよぐらいな。上へ、ゾンビ。グヘー。ゾンビさんや。一応、ああ、右はあれか、戻るところに。いや、めっちゃ、ちょっと、蜘蛛の糸、かなり邪魔っすね。わあわあわあ。あれだけ、この素材だけ取るための道かな。ああ、銀鉱石。ぐらいですかね。まあ、まあ、そこまで美味しい回り道ではないね。ローさん、姫をさ、ちゃんと見張っといてくれないと思う。困りますぜ。にまあ見落としは今んところ多分ないはずですね。下からも出てくるし、上からも降ってくるし、大変だな。これは何なんだ、モンスターかな。どっち、こっちか。こっちが行き止まりっぽいっすね。で先に行き止まりに行きましょう。何もないぞ。
宝箱ぐらいあってくれって、あ逃げてくのか、やっぱ強いんすね。あ、アサシンダガー探検ですね。まあカミューとかが身につけれるけど、うん、ブーメランだからな今は。まあでもブーメランじゃなくしてもいいかなとも思うんですけどね。全体攻撃できる呪文とかはかなり増えてきたんで、グループ攻撃とか。下手にブーメランで火力を落とすよりは、まあ、ガンガン攻めた方がいいかな。でも神使わないかもしれないしな、マルティナ使いたいんよな。どうせだってこの2人が多分仲間になるじゃないですか、この感じだと。ってなるとやっぱね、女性中心のパーティーで進んでいこうかな。まあ全然要所要所でパーティー変えるのとかはありだと思うし、まあ神が一時ね捕まって離れたみたいにああいうことも起こると思うから、まんべんなく装備とかは揃えておきたいなと思うんですけど、まあお金あるし揃えてもいいんだよね一通り一回。どっち行くんだろう、奥だろうな。まずこっち行きますか。うわートロルキング、あじゃないか、ちょっと戦ってみたさあるね、あのサイズは。で宝箱とか一通り取りましょう。あー小さなメダルいいですね。多分小さなメダル、多分メダル交換所、多分あの船で行けると思うんだよね、もう通ってきたような気もするから。まあまだ交換できるものはたかが知れてると思うけど、そんなね積極的にメダルをしっかり集めてるわけじゃないから、多分取りこぼしがあると思うんですよね。意外にこの洞窟長いな、長めだし、このなんか糸が、雲の糸がちょっとうざめですよね。はい、鉄鉱石こっちか。まあ新しいっすよね、なんかこの仕掛けも。うん、結構奥まで来たぞい。あそこに光ってる素材がある、一応取りますか。銀の鉱石、まあ鉱石系が多いっすねやっぱり。うわめっちゃいる、なんかここめっちゃいる。で何も素材もないね、よしミスった、蜘蛛の糸に突っ込んでしまった。こうやってまあ避けれるところ、あ宝箱2個、罠か。床落ちないよね、落ちない落ちない。いやーどっちかミミックっぽいな、そろそろ。おブルーアイ、はい出た人食い箱、見事予想的中ですね。やばい、もうザキがやばいんだって。ドルマ頼む、やばいな、もう一旦来てしまう。あーよかったよかった、ギリギリ倒せましたね。お、スキルの種めちゃいいじゃん、優秀。確定ドロップではないと思うからな。まあこの火がついてる方に進めばいいんだろうけど、特に
あの奥行ってないよね、多分。この奥。まあ宝箱がありそうな予感はするんで、一応取っておきましょうか。まあこういうところにね、強い武器とか防具とかがあったりするんで。はい、世界樹の葉いいですね。最悪セーニャが死んでもなんとかなるようにはなった。一応2枚かな、神も1枚持ってたと思うから。おほいほいほい、だいぶ奥まで来ましたけど、マルティナさんに出会えるのかな、これで。はい、魔法の聖水4個多くない？4個はさすがに多いと思うな。ハンフリーさんや、あ、これなんか歴代の武闘者じゃん。うわー、やっぱりつながっとった。アラクラトロ様、新しいものを連れてきました。あー、だから雲ってこと一応。うわー、きっしょ、シュルルルルン。これは極上の女闘士、そやつのエキスも絞り出してやろう。ハングリーを我に差し出すのだ。黒幕わざと捕まった甲斐があったわと。16年前に町を襲った魔物の群れはクレイグによって倒されたと聞いていたけど、生き残りがこんなところにいたなんて。16年前っていうことはやっぱそうだよね。ふむ、姫よ、ご苦労であったな。ハンフリーよ、すまんがお主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの、あれこそ闘士たちから絞り出されたエキス。へえ、だ強くなるってこと。ああ、の目の傷のことかな。憎きクレイグによって傷を受けた、その傷を癒すためのエキスを集めるために。へえ、無敵の体になる。勝ち進んで金を手に入れるためには強者のエキスが必要だったんだと。お前たちを生かしておくわけにはいかん。ハングリーさんと戦うの。あ、うわ、そう、こんな時に自分の体のことも分かるんと。お主の体はあのエキスのせいですね、ボロボロじゃ。そうして立っているだけでも奇跡と言えよう。ハンフリーさん、やられてしまう。孤児院が、巨大雲、私はみんなを救出する。魔物の方はあなたたちに任せたわ。なるほど、任せられたわけですね。ローさんはいるの？あ、一応いますね。でも多分普通にね、普通に倒せると思うんですよね。あ、そうか、これなんか混合技も全然ありだな。メラミ、え、80のダメージやばくない？シグモのトゲめっちゃ食らうやん。作戦替えでとりあえず命令させろにしておこう。
あ、ゾーンに入った。なんかできそうっすけどね。ベロニカの呪文が高確率で2回連続発動。よし、これいきましょう。ちょっともったいないような気もするけど、連携技。まあベロニカ強化みたいなもんか。なあ、別に大きくない、大きくなったわけじゃないのか。キラリと身をかわした、優秀じゃないですか。ベロニカベギーラマ、お、いいね、2連続めっちゃ食らうな。なんか守備力は低そうっすね。スクルト、なんか火が効きそうだから、メラミいいね。85で自張りか。セーニャがやばそう。毒にも侵されてる。メラミ、メラミじゃない？いいねいいね、順調順調。セーニャだけが気になるけど、ちょっとデフォイにして、キアリーがちょっとセーニャしか持ってないのが痛いな。おお、やる、ジジイやるじゃん、イエーイ、ありがとう。ベロニカのスキルめっちゃ強いな。2回攻撃ってことでしょ。ジバリカは消えたけど、あ、メガンパニーマ、カミとベロニカが混乱したのは痛いな。まあでもセーニャと自分がいるんで大丈夫かなとは。回復薬が回復できればそんな問題ないですからね。キアラル、うおー、マジ天才じゃん。え、メラマ、あ、なるほど、君には残り HP が見えてたわけね。アラクラトロ3000はすごいな。200超えましたね、最大 HP が。クモさん、これで一件落着と。あ、今大会で戦った相手が全員入れられてるんだ。俺のような三流投手の稼ぎでは子供たちを養うことができなかった。ろくでもない契約なの分かっていただけを、孤児院と子供たちを守るため。いやー、まあしゃあないな。しかしまだやり直せるはずじゃ。孤児院については悪いようにはせん、いい人や。町長につてがあって、なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。いや、優しさですね。あ、目開いてる。つぶってた方が可愛いな。ハグリさ、三流なんだ。こんなごつい体してるのにな。いや、どうやで一晩は明かしたと。ハッスルダンスの回復量、まあ、シルビアのハッスルダンスはもう覚えてありますね。スキルでハッスルダンスを全力で取りに行ったんで。ラハディオ、ああ、蝶々のことかな。大きくしたって言っとるよね。起きてねえ、起きて、起きてったら誰？うわー、きっつ、きっつ。
ドゥン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 。きついな、この起こされ方きついな。闘技場に急いだ方が良さそう。表彰式をやるということですね。表彰式頑張るとかないけどな。はい、では表彰式に向かいましょう。表彰式でまあ枝がもらえるよね。グレイグ像の下の人に言えば案内してもらえる。エレベーター自分で上がらなくていいのか。よしよし、まあこれで上がっていくと。結局2人で表彰されるのかな。あ、みんな見守ってますね。で、連れ去られた人たちも無事と。ちょっと待ってくれ。場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。ここで提案だが、優勝商品をかけてエキシビジョンマッチをやろう。どちらが上か白黒をつけようじゃないか。いや、温まっとったけどな、会場。会場かなり温まっとったような気がするんですけど、気のせいですか？いや、普通にこれで負けたら嫌だな。負けたら先に進めないんだろうけど。いや、でもさすがに。いや、でもこれ良かったっすね。レベルアップしといて。しっかりレベルアップさせてきた甲斐があったな。エラミ。ミス？え、普通に弱いってこと？エキスに頼ってないから。あ、やばいね。絶対勝つようになってるじゃん。しかも3回で終わっちゃった。他のみんなより弱え。さすが自分で三流って言ってるだけありますね。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。商品はお前が受け取る方がふさわしいと。まあ、なんやかんやいい人になりましたね最後は。おお、あったまってますね。まあ一応方法はどうであれ個人を守ろうと頑張ってきたっていうことですからね。まあまあまあ、ハンフリーがしたことは全然許してあげてもいいんじゃないかなと。大変です。虹色の枝がなくなったってこと。うーわ、これはロー。ユグノア城跡にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。マジかよ。いや、そんな展開じゃないでしょう。ユグノア、それはまあ故郷、故郷ですよねやっぱり。16年前に潰された。やっぱ兄弟じゃないの？
お城の跡。いや、壮絶だよね。とりあえずユグノは自分の故郷を失って、なおかつ育ててくれた人たちを全員失って、幼なじみとか故郷も。そりゃやばいな。なかなかの過去だね。で、今勇者の生まれ変わりなのに悪魔の子って呼ばれて、まあ、世界中で追われてるわけだからな。相当やばいと思う。ユグノア地方、城跡は遠いな。とりあえず馬呼びましょう。じゃあユグノア城跡に向かっていきます。